トニシュニッチは、ユーゴスラビアモスタル出身の、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表サッカー選手。カナンダテ業足玉クラブ所属。ポジションは DF。2007年に、プレミエルリーガの HK ズリニスキモスタルで、プロキャリアをスタート。2010から11シーズンには、ジュピラーリーグのキロボルト・コルトレークへ1年間期限付き移籍。2012年夏にはシーズンには、 ウクライナプレミアリーグの FC ゾリャルハーンシクへ完全移籍。2014年夏には、ロシアプレミアリーグの FC クバンクラスのダールへ完全移籍。2015年8月27日、VFB シュトットガルトへ2018年までの3年契約で完全移籍した。2017年1月20日、US チッタディッパレルモへシーズン終了まで、 半年間の期限付き遺跡。2017年6月15日、FC ディナモモスクワへ完全遺跡。2年ぶりに、ロシアへ復帰した。2020年9月20日、中国長級の北京中赤国安属級クラブと契約。直後に、カナンダテ行足玉クラブへ期限付き遺跡となり、翌年1月より完全遺跡へ移行した。 2012年のボスニア・ヘルツェゴビナ代表に初選出。2014年の FIFA ワールドカップ、ブラジル大会でグループリーグ2試合に出場した。ありがとうございます。